ピリメン塩基とは、核酸の構成要素のうちピリメン核を基本骨格とする塩基性物質である。核酸略号はパイラ。細胞への紫外線照射により、ピリメン塩基の一部は二状態となり、遺伝子障害の原因となる。具体的には、ピリメン塩基は、チミン、シトシン、ウラシル、コ、メチルシトシン、ゴシトシンのいずれかを指し、DNA 中ではシトシンと、 チミンが RNA 中ではシトシンとウラシルが含まれる。就職されたピリミジン塩基は、新核生物遺伝子では後メチルシトシン、T グースーケーファージでは後ヒドロキシメチルシトシンなどが知られている。ピリミジン塩基の生合成はウリジル酸を中間体としており、他のピリミジンヌクレオシド、ヌクレオチド類はウリジンのピリミジン間が酵素的に就職することで、 メチルキ内シは網の元が置換されて生成する。すなわち、酵素による就職は、化逆的に進行するので、ピリメジン塩基はウリジル酸を中心に、相互変換される。生体内では、ウリジル酸は、グルタミン由来のカルバモイルリン酸が、アスパラギン酸の αi に導入された、カルバモイルアスパラギン酸を、出発物質とし、カルバモイル元とアスパラギン酸のガンマイ。 カルボキシルモトが6因間を脱水的に閉環してジヒドロオロチン酸が生成する。ついでデヒドロゲナーゼにより脱水素されてオロチン酸が生成する。これがホスホリボシル化されてオロチジル酸となりピリミジンに置換していたカルボキシルモトが脱炭酸することでウリジル酸が酸性される。七人三ン酸はンプからウリジンリン酸を経由してこれが アミノ化されることで生成する。また、チミジル酸は、ップから、デオキシュウリジン一ン酸を経由して、これが、メチル化されることで生成する。ピリミジン塩基を持つ、代表的なピリミジンヌクレオシド及び、ピリミジンヌクレオチドの一覧を次に示す。なお、他のヌクレオシドやヌクレオチドの一覧は、記事格酸も、参照のこと。分子生物学分野におけるピリミジン二量体とは、 二つのピリミジン塩基管にシクロブタン型化協結合が生じた二両体の故障である。DNA、または RNA に紫外線照射すると同一さに隣接するピリミジン残器の五葉予備六位間に共有結合が形成される反応が進行し二両体となる。チミン二両体、シトシンシトニー二両体、ウラシルウラシル二両体などが知られており、紫外線による 細胞致死の主因であるとされる。一方、紫外線による突然変異誘発は64抗酸物と呼ばれるに、両体によると言われている。ピリミジン塩基岩波生物学辞典第4版、岩波書店、1998年。ピリミジン生合成、岩波生物学辞典第4版 CD ロム版、岩波書店、1998年。ありがとうございます。